こんにちは。はい、今日は、グリーンアイシャドウを使ったチュートリアルをやってます。リクエストいただいたので挑戦してみました。挑戦してみたというか、私普段からグリーンは好きで結構使うんですね。で、グリーンのアイシャドウってこのクリースのカラー、私結構ブラウン系今使ってるんですけど、グレー系でも可愛いです。はい、なので持ってる方はグレーでグラデーション作ってみても可愛いと思います。だけどまあ今ね、もう秋だし、ここブラウンでグリーンっていう、スモーキーアイなんですけど、まあね、私が思うにブラウン系の方が秋には合うかなと思うので、はい、よかったら挑戦してみてください。はい、じゃあ今日もペインチュリーから始めていきます。私はこれ指で取るのが好きなんですが、だんだん最近量が減ってきてるので、こういった時は、コンシーラーブラシを使います。この状態で指で取っちゃうと爪の間に入ったりするので、はい、ブラシを使いましょう。で、これをまぶた全体と、あと目の下にも塗っていきます。MAC のテクスチャーをブラシに取って目のクリースに入れていきます。入れ方は簡単で、こういった感じで右左、右左っていう感じで入れていってください。次に Wet n Wild の737のパレットからこのグリーンカラーを取って、まぶた全体にのせていきます。これはすごく発色が綺麗なので、何回か色を重ねて塗っています。こうやって見ると、このグリーンとクリースカラーの間がはっきりしているので、ブラシを縦にして今度はちょっとブレンドします。MAC のサドをブラシにとって、先ほど入れたグリーンとクリースカラーの間に色を入れていきます。これも、クリースに入れた時と同じで、右左、右左という感じで入れていってください。先ほど、この同じブラシでグリーンを取ったんですが、また同じブラシを使いたいので、今度は反対側を使って、MAC のバニラを取っていきます。これを眉毛下のハイライトカラーに入れていきます。次にまた MAC のサドを取って目の下全体に入れていきます。Wet n Wild のパレットに戻ってこのグリーンカラーを今度は下まつげに沿って色を入れていきます。目頭から目尻までがっつり入れてください。さっき入れた、サドウと、グラデーションを作る感じで入れていきます。次に、同じ Wet n Wild のパレットからハイライトカラーを取って、目頭にハイライトを入れていきます。いつも使っているアーバンデュケイの 24/7 のアイペンシルを使って、ウォーターライン上と下両方に色を入れていきます。
そしてマスカラを塗りますね。ビューラーで上げてから上と下。特に下の方はがっつりめにマスカラを塗ります。今日のつけまつげはこんな感じで、デュオのアイラッシュグルーを使います。これはウォータープルーフで、乾いた時についているグルーが黒くなるやつですね。結構気に入って使ってるので、もし海外に行く予定があったりとかしたら、買ってください。なんか友達が日本のドンキで買ったとか言ってたけど、今でも売ってるんですかね？どうなんでしょう。仕上がりです。を使いたいので、これはリンメルの642ヌードディライトっていう名前のリップですね。とてもマットで、あとすごく保湿をしてくれます。で、これとリップライナーが NYX の819ソフトブラウンです。そして、全体的に終わったので、髪を整えて、ちょっと服直しての完成です。今日はグリーンのアイシャドウをやってみたんですけど、私が主にグリーン系のアイシャドウとオレンジのブラシはすごく秋寄りだと思うんです。なのでとても秋に適してるルックだと思うので、よかったら皆さんトライしてみてください。今日は別で最近の私のファンデーションルーティーンをビデオ撮ってるので、よかったら他のビデオの方も見てみてください。もしビデオ気に入ってくれたら LIKE をしてください。あとインスタグラムも持ってるので、よかったら I am Hope B で探してみてください。ではまた次のビデオで会いましょう。バイ。